オン。とろけるような旨味と弾ける食感、播磨灘で水揚げされた牡蠣をお届け。京都府亀岡市の大地が育んだ黄金カブ、穏やかな甘みとみずみずしさが口いっぱいに広がります。和歌山の日差しと海風が育む霞草、関西の魅力をお届けします。兵庫県相生市、播磨灘で水揚げされる牡蠣、山々から流れ込む豊富な栄養分が牡蠣の大好物である植物プランクトンを育み、その豊富な餌を食べることでコクのある牡蠣が育ちます。播磨灘の生牡蠣は旨味がありながらも癖がなく食べやすい。また加熱しても縮みにくいことから、お鍋にしてもプリプリ食感が楽しめます。水揚げされた新鮮な牡蠣は熟練の漁師さんたちの手でむき身に加工されます。一粒一粒丁寧に加工された牡蠣は贅沢な味わいが口の中いっぱいに広がります。僕たちの大事に育てた牡蠣をどうぞお召し上がりください。表皮は鮮やかな黄金色、内部も綺麗な薄黄色のカブラ、通常のカブラより糖度が高い京都府亀岡市で栽培された黄金カブを紹介いたします。おはようございます。京都亀岡で黄金カブを栽培しています、スズメファームの上垣です。京都亀岡では盆地気候のため非常に寒暖の差が激しく朝霧が発生します。ご覧ください。野菜がこの朝霧を吸収することで非常にみずみずしく美味しい野菜が収穫できます。それでは収穫してみたいと思います。こちらが黄金カブになります。名前の通り綺麗な黄金色をしています。黄金カブは煮崩れしにくく、加熱すると色が濃くなる特性があります。綺麗な黄金色を生かしたスープやポトフといった煮込み料理にぴったりです。また白と赤色のカブラと合わせてカラフルサラダもおすすめです。京都亀岡で朝霧の中収穫した黄金カブです。有機栽培してますので、サラダはもちろんスープやシチューなどがおすすめです。ぜひお召し上がりください。橋形に牡蠣組合さんの霞草についてご紹介いたします。橋形に牡蠣組合では、和歌山県日高郡の海沿いで霞草以外にスターチス、スプレーカーネなどを栽培しています。日当たりが良く温暖な気候が特徴で、花の生育に最適な環境が整っています。出荷市場は関西地域の2つに限られていますが、その品質は全国的に見てもトップクラスであり、高い評価を得ています。11月から6月までの約半年間にわたる出荷時期がありますが、特にこれからのクリスマスや年末年始といった祭事に欠かせないお花です。橋形に牡蠣組合の霞草、この機会にぜひお買い求めください。